でそれで呼ばれてきたら次は朝のことかって。もっと引き出し増やしていくわ。前蹴れたら裏全然蹴っていい。で裏読まれたら足元つけたら。パス気をつけてください。パス気をつけてください。バウンドするから。簡単でも蹴っていい。バウンドは味方にもなり敵にもなるね、このグラウンド。だからゴールキック、フリーキック、今、松原がちょっと全然勝ててないから、くずいから、入ってくるよ、そこ狙う、いいね、で、それから、スローインのボール取られて、やっぱ攻められたりするわけよ、で、こっち側でリズムが出てこない、で、もうちょっと距離取って、そこ早く、動きをさ、ゆっくりなんだよ、早くしよう、いいね、その時は去年よりはロス少ないけど。でそういうので突き込まれないんですよ。で相手のゴールキックに関しては今踊りを下がって形が前に出てだいぶ勝ってるけど、あれに対して対策取ってくるかもしれないから、そう気をつけて、高木そらされた後、腰そらされたとしたらすぐ変わるね。でただ高木が勝った後楽には勝ててないから相手もできもついし、そしたらそれ前の選手をもっと幅広く拾ってやらないか、拾った時にはチャンスなんで、シーンうまく落としてやれよ。さっき偶然奥山に来てたけど、あれなんですよね。うまいことやって、であんなグラウンダーで目の前のやつにぶち当てたら、また抜きしたからどうか知らんけど、いいね。で、ちょっとね、孝太郎のところで、勝って、孝太郎結構有利なのに、お前がパッと取って、バックパスもらって、で、自分が早いボールになったりして、孝太郎持ったとき、斜め前、出るときもあるけど、もう少しポジション浅くしてもらって、で、ヒート使って、小太郎さんにね、みたいな感じになったり、で、いいポジション取ってるのに、お前が背に下げたり、それ前、でも、人に預けたら小太郎、そこで、パスアンドボール、そういったところをもっと出していって、で、後半、立ち上がり、松原、お前がどんだけボール引き出せるかどうか、いいね、ヒートだと思うと、そうとして、で、そこに小太郎、それから、オケを絡んでて、で、相手が、あれ、ツートップひょっとしたら変えてくるかもしれない。変えてくるタイミングが相手流れで変えたいというタイミングやから、そこを気をつけて、センターバック、対応せよ。結構うまいよ、ドリブルは。しっかり頑張りましょう。ちょっと1点だけ。大丈夫？大丈夫？孝太郎？はい。例えばさ、こういう状態で、煽りとかが、こういて、量がこういうとこ取れるのかし、こっち変調で相手もこうなったりする。こういうとこでお前、受けれたりする、今から。これ、どうするんですか？なんでここで逃げるとか。変えるのと前に。変えるじゃなくて、ここついてやってよ。これさ、相手が、これボランチとかも、ボザリオとか、こういうとこにつけて、お前これピンになってる。インパと、インパと、タイが、もう、左足でポンと右手でずっと緩いボールを出してくれば、そしたらちょっとこう動きがあるとか、ボールが出てたら動いた方が不利だろうとか、そしたら相手遅れで出てきてってなった時にポンポンで、それがないからすっげえ楽なんだよ、相手の戦闘機。今相手の戦闘機やってるものって、ポンポンって弾かれてたら、傭兵がちょっとこうイレギュラーで行った時のここのカバーとか、孝太郎が抜け出してここのカバー、それぐらいしかしないんだよ。ここのところでもうちょっとガチャッていうのが出てこないと、外ばっかり、うちの攻めほとんど後ろから蹴って長いボールで、こぼれ球がうまくマイボールになった時だけ攻めれてますみたいな状態があったから、そういうところでゼレが行った時にポンポンで突き出て、で、マッチアップのところで全部勝ってくる、入れ替われるところで、リンタとかとも。だから、なんかさ、相手の穴ができてるところうまく使っちゃってると思ったんですよ。オッケー、はい、次行こう。おい、いいか、立ち上がり気をつけろよ。おい、一人で。よし、よし、よし、よし。飯食ってからでいいから、飯食ってからになっても構わないので、いや、ウエットだけはやる、向こうで。で、今度、西之口っていうバス停のところにちょっと走ろう。OK、俺んちまで走るんやったら走ってもいいよ。絶対なし。いや、田舎。弱んか、お前。どれでいいし、どれでいいし、パーファーして。
じゃあ、次行ってよ。締めよ、締めよ、先締めるよ。立って、立って、孝太郎。孝太郎、立てて。決めよう。